烈火のごとし。武田信玄の宿願である上洛への道は徳川軍の台頭で険しくなりつつあった。そして今、西を目指す雪村たち武田軍の前に、徳川と同盟関係にある長宗我部元親が完全と立ちはだかったのである。東王雪村よ、わしの眼には何が映っておる？天下平定、戦のない太平の世にございまする。第一章開幕。上洛の道は今や修羅道だが、分かりきってみせる。最下位の鬼相手にとって不足なし。熱いだけじゃ大海原は乗り切れるぜ。侵略すること津波のごとし、動かざること怒りのごとしってな。おお、いつに愉快な戦をしよう。行け我が槍、力の限り道を開け。そなたも全力を出せ。邪魔だ邪魔だ邪魔だ。真田幸村が働き、とくといいよ。敵に背を向けるは武士の名折なり。まこと強き武人の気配、血が騒ぐ。この幸村、未熟であることを喜ぼう。早きこと風のごとし。船の方を上げるにはいい風だ。海の上じゃ自慢の騎馬軍団も肩なしだな。何の
熱き血潮はこれ式では止まらぬぞ。超速亀と何故徳川と結ぶのか。家康と約束しちまったんだよ。石から天下を目指すってな。あんた強いな。自分の船を持ったらどうだ。この雪村が乗る船は甲斐武田軍ただ一つ。変化というで完全に正面より立ち向かうその息はよし。この俺を舐めてもらっちゃ困る。まだだ。この雪村も負けてなるものか。俺が鬼の名を持つ実力よ。最下位の鬼とも同盟を結んでいるとは、徳川軍侮りがたし。